はい、どうもです。今日は本当にねちょっと後悔したんですけど、なんかメルカリで韓国版のパックをね買ったんですけど、これプレミアムパックボリューム1、なんかこれこのパッケージにさ、ブラザーアルティメットドラゴンのパッケージに惹かれて買ったんですけど、収録の内容を見たらさ、なんか全然なんか知らないカードばっかりで、唯一知ってるのがなんかあれ死の敵破壊ウイルスだったんだよね。死の敵破壊ウイルス来てくれたらいいなって思う感じで、ちょっと記録用に撮ってます。一応これパック撮って、お、最後トラップカードや、なんだこれ、へー、これはなんだ、これなんかあれだよな、コスモクイーンみたいな見た目してるよね。お、ハーピーの羽ぼうき、お、これはちょっと嬉しいかも。知らない、ブリザードマスターみたいな。お、メテオドラゴンじゃん、しかも枠ずれしてる、ちょっとまあまあいいな。で最後はトラップカード、ウルトラで硫酸の溜まった落とし穴。思ったより知ってるカード出たな、この3枚。本当にプレミアムパックのカードだね。特に衝撃図もなく、このハーピーは結構嬉しいね。硫酸の溜まった落とし穴。でこれ700円したんですよね。ちょっときついですね。なんかブラザーアルティメットドラゴンとか、なんか英語版のプレミアムパックみたいに入ってるのかなって思いながら開けたんですけど、もう僕が無知だったゆえに買ってしまったやつですね。まあ思い出動画なんでね。いや、これボツかな、ボツにしようかな。まあいいか。